トマトジュースにこれを入れるだけで自然と痩せて健康になります。こんにちは、看護師保健師の松田理恵です。今回の動画ではすごい効果、トマトジュースにあれを入れるだけでコレステロールも中性脂肪も下がるというテーマでお伝えをしていきます。とっても簡単なのにダイエットや健康に効果絶大な方法なので、ぜひ最後までチェックしてください。まず最初にトマトジュースの効果をご紹介していきます。この効果を知っておくと、トマトジュースの正しい取り入れ方が理解できるようになりますよ。トマトジュースの効果1つ目です。ダイエット効果。トマトジュースって一時期ダイエットに効果的とかなり話題になりましたよね。その理由は、トマトにはリコピンが豊富に含まれているから。このリコピンとはカロテノイドという色素成分のことで、トマトの赤色の元になっている成分です。例えば鮭に豊富なアスタキン酸チン、人参に豊富なベータカロテンなどもこのカロテノイドの一種。そしてこのリコピン、カロテノイドというのは抗酸化作用が高い成分なんですね。つまり体の酸化を防ぐ作用があるんです。そのため細胞、血液レベルで酸化を防ぐため、体の状態が良くなるので基礎代謝を高める効果が期待できるんです。他にもトマトジュースにはビタミン C、ビタミン A など抗酸化作用、代謝アップ効果が高い成分が豊富なので、トマトジュースを飲むだけで勝手に痩せやすくなるんですよ。またトマトジュースのリコピンは血糖値を下げるインスリンというホルモンの分泌を促すことで、血糖値の急上昇を抑える効果があります。そしてこの血糖値の急上昇というのは脂肪の蓄積につながるんです。なぜなら血糖値が急上昇すると血糖値を下げるために糖が脂肪として溜め込まれるから。加えてトマトジュースには他にも脂肪燃焼効果のある13オキソ ODA という成分も含まれているんです。その上、この成分はトマトよりトマトジュースの方が多く含まれているそうですよ。このようにトマトジュースを飲むだけで脂肪が落ちやすくなるんですね。さらにトマトジュースにはむくみ解消に効果的なカリウムや便秘解消に効果的な食物繊維も豊富に含まれているので、速攻痩せ効果っていうのも期待できます。トマトジュースの効果2つ目です。健康効果。先ほどもご紹介したトマトジュースのリコピンというのは、実は血液中の中性脂肪や悪玉コレステロールを減らす効果、悪玉コレステロールの酸化を防ぐ効果もあるんです。これらは脂質異常症へとつながって、ゆくゆくは動脈硬化などの命の危険につながるリスクがあると言われています。それがコンビニでも手軽に購入できる飲み物であるトマトジュースで予防、改善できるなんて本当にお手軽ですよね。しかもトマトジュースにこの効果があることは、東京医科歯科大学などの研究でも明らかになっていますよ。加えて先ほどもお伝えしたように、トマトジュースのリコピンやビタミン C、ビタミン A というのは抗酸化作用が高い成分。この抗酸化作用とはその名の通り、体の酸化、つまり老化を防いでくれる。そのためあらゆる病気を防ぐ効果というのが期待できるんです。また先ほどもお伝えしたように、トマトジュースにはむくみ解消効果の高いカリウムが豊富に含まれているんですが、このカリウムというのは体内の余分な水分や塩分を体の外へ排出してくれる作用があるので、高血圧の予防改善効果があるんです。他にもトマトジュースにはリラックス効果によって高血圧に効果を発揮してくれる GABA、GABA というのも含まれています。現代の日本人は特に知らず知らずのうちに塩分を取りすぎてしまったり、ストレスを溜め込みやすいので、これはかなり嬉しい作用ですよね。さらに先ほどお伝えしたように、トマトジュースに豊富な食物繊維というのは便秘解消効果や血糖値の急上昇を防ぐ効果があります。そのためトマトジュースには腸活作用による免疫力のアップ、血糖値の安定による糖尿病の予防など様々な健康効果が期待できます。トマトジュースの効果3つ目です。アンチエイジング効果。先ほどもお伝えしたように、トマトジュースのリコピンやビタミン C、ビタミン A というのは抗酸化作用が高い成分。そのためトマトジュースは体内の老化だけではなくって、見た目の老化を防ぐ効果が期待できます。実際トマトジュースは飲む日焼け止めと言われているぐらい、日焼けによるシミやシワを防ぐ効果があると言われています。紫外線は体の酸化につながる原因ですからね。これから特に紫外線が強くなる季節なので、トマトジュースによって内側からもケアしていくということがおすすめです。
また先ほどもお伝えしたようにトマトジュースに豊富な食物繊維というのは血糖値の急上昇を防ぐ効果があります。そしてこの血糖値の急上昇というのは脂肪の蓄積につながるだけではなく糖化という老化にもつながるリスクがあるんです。糖化というのは細胞の焦げだと言われています。そんな現象が体内で起こっているなんて恐ろしいですよね。加えてもう一つの老化の原因が先ほどもお伝えした酸化、これは細胞の錆だと言われています。このようにトマトジュースの酸化と糖化をダブルで予防することができるのでアンチエイジング効果が抜群の飲み物なんです。さらにトマトジュースの便秘解消効果、腸内環境の改善効果によって美肌効果も期待できます。このようにトマトジュースを飲むだけで様々な効果が得られるんですが、より効率的にトマトジュースの効果を得るためには取り入れ方のポイントっていうのがあるんです。ということで続いてはトマトジュースの効果的な取り入れ方を3つお伝えしていきますね。トマトジュースの効果的な取り入れ方、1つ目です。量、種類。実はトマトって野菜の中でも特に糖質量が高い飲み物なので、トマトジュースを飲みすぎてしまうとダイエット効果が得られないばかりか、逆に太ってしまうというリスクもあります。実際過去の私はトマトジュースを飲めば痩せるんだよねという上辺だけの情報をもとに毎日ガブガブトマトジュースを飲んでいたことでむしろ太ってしまったんです。ではトマトジュースってどのぐらいの量を飲むといいのかというと、おすすめは1日につきコップ1杯程度、だいたい 200ml 程度ですね。またより効果的にトマトジュースを取り入れていくためには無塩のものを選ぶこともポイント。塩分はむくみや高血圧につながるリスクもありますからね。加えてトマト以外の野菜や果物が含まれていないジュースを選ぶことも大事。なぜなら他の野菜や果物が含まれているものだとさらに糖質やカロリーが高くなっていたり血糖値が上がりやすくなってしまうことでトマトジュースの効果が得られにくくなる可能性があるからです。このようにトマトジュースをより効果的に取り入れていくためには量と種類を意識してみてくださいね。トマトジュースの効果的な取り入れ方、2つ目です。時間。実はトマトジュースで有名なカゴメさんの研究によるとトマトに効果的な成分であるリコピンというのは朝が一番吸収がいいっていうことが分かったんです。つまり朝にトマトジュースを飲むことで最も効果的に取り入れることができるというわけです。忙しい朝でもジュースなら簡単に摂取できますよね。しかも先ほどお伝えしたようにトマトジュースはコンビニでも買えます。なので通勤途中にコンビニで調達すれば移動中や就業前にささっと飲むことができます。また朝に飲み忘れたという時は昼食や夕食の30分前に飲むことでトマトジュースによる血糖値の急上昇を抑える効果が期待できますよ。トマトジュースの効果的な取り入れ方、3つ目です。温度。トマトジュースをより効果的に取り入れていくためには量やタイミングだけではなくって温度も重要になっていきます。なぜならこれまでご紹介してきたリコピンという成分は温めることによっても吸収率がアップするからです。ただ温かいジュースなんてまずそうと思った方もいらっしゃるかもしれません。しかしトマトジュースって温めるとトマトスープのようになって美味しいんですよ。特に今からご紹介するものを混ぜるとさらに美味しく、さらに効果的にトマトジュースを楽しむことができます。ということで最後にトマトジュースに入れると効果が高まるものを厳選して3つご紹介していきますね。トマトジュースに入れると効果が高まるもの、1つ目です。オリーブオイル。実はリコピンは朝に摂るだけではなく油と一緒に摂ることで吸収率がアップします。しかもトマトジュースに豊富なビタミン A も油と一緒に摂ることで吸収が良くなるんですよ。例えば先ほどお伝えしたようにホットトマトジュースにしてスープのように飲み、ここにオリーブオイルを加えれば簡単で美味しいのにダイエット効果、健康効果、美容効果が高いスープの出来上がりです。これなら忙しい朝でも楽に準備できますよ。トマトジュースに入れると効果が高まるもの、2つ目です。ニンニクパウダー。先ほどもお伝えしたようにリコピンは加熱することで吸収率がアップするのでスープのように温めることがおすすめなんですが、さらにここにニンニクを加えるのも効果的です。なぜならニンニクに含まれるスルフィド
という成分がリコピンの吸収を高めてくれるから。先ほどお伝えしたオリーブオイルも一緒に加えれば、さらにスープのようにして美味しく楽しむことができます。ニンニクはパウダー状のものであればスープにさっとトッピングしやすくていいですよね。量はお好みでも大丈夫ですが、オリーブオイルは小さじ1杯程度、ニンニクパウダーは 2,3 振りを目安としていただくことがおすすめです。トマトジュースに入れると効果が高まるもの3つ目です。リンゴ酢。意外かもしれませんが、トマトジュースとリンゴ酢って実は味の組み合わせがね、いい組み合わせなんですね。そして味の相性だけではなくて、お互いの効果を高めることにもね、つながっていくんです。というのもリンゴ酢にも悪玉コレステロールや脂肪を減らす効果、血糖値の急上昇を抑える効果、高血圧を予防する効果があるからです。なのでトマトジュースにこれを入れるだけで自然と痩せて健康になりますと言っても過言ではありません。こうした飲み物であれば、ハードな運動や我慢が必要な食事制限を行うよりも手軽に対策できていいですよね。目安としてはコップ1杯程度のトマトジュースに小さじ 1,2 杯程度のリンゴ酢を入れるようにしてください。他にもおすすめのトマトジュースのアレンジレシピがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ただ最後にね、皆さんにどうしてもお伝えしておきたい注意点というのがあります。それはトマトジュースはあくまでもね、ダイエットの補助であるということですね。というのもダイエットや健康のためには何を摂るかということよりも、どういったバランスで摂るかということの方が重要だからです。とはいえ、健康的に綺麗に痩せる食事バランスってめちゃくちゃ簡単に身につけられる上、しっかり満足感も得られるものなんですよ。実際私は看護師、保健師、ダイエット講師として、この簡単に実践できる正しい食事法により、これまで2500名以上の方をダイエットからの成功に導いてきました。ここまで真剣に動画をご視聴していただいたあなたも、食べて痩せる食事法を学び、3ヶ月後には過去最高のあなたを手に入れてほしいと思います。現在11万人以上が登録している公式 LINE では、食べ痩せ小冊子2冊や脱リバウンド動画3本を無料で受け取ることができ、今回の動画でご紹介しきれなかった1万7000文字の食べ痩せ教科書、何をしても痩せなかった晩年ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ、体脂肪率マイナス 8% 達成できた食べ痩せマスターワークブック6冊、実際私が食べている2週間分の痩せる簡単レシピ、ダイエットのオンラインイベントや個別カウンセリングの特別参加券、30代から60代の女性で効果を検証済みの食べ痩せおすすめ度診断ツールなどの合計7個のプレゼントを公式 LINE 限定で無料配布しています。さらに今なら3ステップで学べる食べ痩せの秘密を簡単に習得できる3ステップ動画、これも受け取れます。食事改善といっても何からしたらいいのかわからないという方、そういったご質問を多くいただいておりますので、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されているので赤枠の公式 LINE の URL をタップ、タップ後10秒でプレゼントが受け取れます。すでに登録していただいている方には、今後も毎月お得なプレゼントが配布されますので、楽しみにしておいてください。ちなみに、なんで有料級の情報を無料で出すんですかって毎週のように LINE やコメントをいただくんですけれども、私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなく、私のチャンネルを見てくれている人のダイエットに悩む女性を一人でも減らしたい、そんな理念で YouTube を運営しているからです。一人でも多くの方に正しい食事、ダイエットっていうのを知ってほしいので、公式 LINE の特典は全て無料です。ぜひ受け取ってみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでもためになったと感じた方は、高評価とコメント欄に何か一言でもいいのでご感想をいただけると今後の励みになります。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。